こんにちは、札幌占い美容室早任せの後藤です。宿毛矯正の、こちら、今だいたい1時間で、やっていくんですが、薬は、スピエラですね。スピエラがメインの機材で、チオグリセリンちょっと使ってる感じなんですが、1時間でってちょっと難しいと思うんですけど、アイロンを2個使うとちょっと早くできます。が180度、こちらが200度ですね。で、これで入っていくんですが、その場合のコツがあります。今こちらで入っていくんですけれども、まず最初に、指にですね、こちらは、コンローとかブレーズですね、ブレーズ用のこれでこう取っていくんですけど、まず温度が低い方から入ります。で、アドストの特徴としては、縦に線が入ってますので、蒸気の抜けるのが横に抜けます。で、お客さんがまず熱くないので、こっちのアイロンは熱逃げるのが結構ですね、ないというか全体逃げちゃうんで、やけどしちゃうというか。ただワイドなのと、ダブル使っていくには非常にいいので、片方をこちらにしていただくといいと思います。まず180の方で根元2秒から3秒プレスします。で、その後を追っかけるような形で、こちらの赤いアイロンが入ってきますね。で、ここでちょっと裏技なんですけど、このままやっていくのがまあ一般的だと思うんですが、僕のやり方としては裏技でちょっとずらします。これなんでずらすかっていうと、毛髪をアイロン内で転がすことによって、ほつれを取っていきます。ってことは、間にリングコームをつける使う必要がちょっとないんですね。一回やりますね。こう、こちらのキューッと取ります。で、すくってそのまま入れていくんですけど、まず180度の方を入れて赤いのを入れます。で、根元の方、髪の量が多いところほど、時間を多く置きますね。で、髪のそぎ入っているのは毛先なので、毛先の方はスピードをちょっと早めたり、僕はこう振ることによってもつれも取るんですけど、これはちょっとその空気で冷ましてるんですね。で、これで空気で冷ますことによって、実際の毛髪が受ける温度っていうのをちょっと低くあえてしてます。このように工夫をしていきますね。で、こんな感じで、今、時間で見ると、1時から、1時ちょっとぐらいに薬剤塗布して、もうアイロンは多分そんなにかかんないんで、2剤つけてだいたい1時間ぐらいで終わるかなっていうような計算でやってます。ちょっと今動画を撮るのに、少しちょっと準備をしたりしたんで、ちょっと時間がロスったので、基本1時間でやろうと思えば、できるような感じですね。ダブルアイロンです。ちょっと危なそうな時は結構振り幅を大きくして、なるべく空冷してあげた方がいいですね。顔周りはちょっとかなり危険なので。で、そんな感じで、やっていくと、まあ、1時間ぐらいでできるかなと思うんで、ちょっと今時間がロスっちゃうので、動画はこの辺で止めたいと思います。